誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。幾日も寝ておらぬようだ。一時だけでも休めればな。行善様のお話聞いたことあるか。あの盲目の法師実は面をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの内常公の長久を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも内常公の呪いには用心してください。ぶしつけですが、随分とお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます？戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。太刀についてのご用があれば
お役に立ちましょう。磨き上げましたよ。酒井様、十分な素材をお持ちください。これで我らも安全です。さあどうぞ見ていってくださいよ。役に立ちますよ。お目が効きますね。また来よう。あなたのご武運を願ってますよ。手に入りにくいものが揃ってますよ。戦でお使いください。またお越しください。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあこの癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。
小牟田の浜で死んだ我が友、笠井、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。変わりよ。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。さあこちらへ。氏経公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ち常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ち常公に吐きつける。ほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。酒井様、雅子様が小牟田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。